はい、どうもこんばんは、おスぱいです、えー。本日は、安山祈願マークを作ってみたいと思います。安山祈願のマークですが、えー、日本ではかなり有名な、えー、マークでございまして、えー、男性はみんな大好きだと思います。はいえー、作り方としては、えー、Python と Matplotlib を使いますが、えー、Python のウィジェットを使って、まあ、変化をつけられるようにしていきたいということになりますが、 えどのようなものを描くかというとですね。はい。ナムパイを使ってですね、いろんなえ形をプロットしていって、1個に合体させましょうというものでございます。はい。コードとしては、こんな感じになっていまして。 まあえー、X と Y をナムパイで作って、えー、まあただ描画しているだけということにはなりますが、実際に動かしてみましょうということになると、こうなります。えいはいえー、まずは、まあ、このウィジェットのスライダーで、まあ、大きさとかですね、いろいろ変えることができます。で色も一応変えられますというものです。はい、で暗算祈願膜がこのような形になります。 ではですね、ちょっと変化をつけていきたいと思います。まず R がラディウスまあ半径になるので、これをですね、小さくするとこんな感じ、でかくするとこんな感じということで、マックスにしていただき、t というのがですね、楕円の倍率になるので、これを動かしていただくと、はいこのように変化します。はい1.5倍と。 えー、基本、まあえー、楕円というのはですね、まあ、円を描くことができれば、えー、その y の値を変化させることで、えー、縦長の楕円、x の値を変化させると、まあ、横長の楕円というものが作れます。はいまあ、このようにスライドすると、はい、なんかすごいぬるっとした動きが表現することができます。はい、で色を変えてみましょうね。はい ちょっと時間かかりますが、はい、こんな感じで色も、えー、いろんな色に、まあ、好きな色に変えていただくことが可能です。はい、ではですね、まあ、こいつを使ってですね、ジ、え、フ、ー、ファイルを作ってみたいと思います。はい、えー、無理やりジフにするコードを書いてみました。で、ソースコードはですね、えー、概要欄の方に貼っておきますので、えー、興味のある方は見ていただければと思います。はい、それで えー、暗算マークの字符を実際作ってみるとこのような形になります。はいえー、パクパク動くような字符を作ることができます。はいえー、ご興味のある方、えー、あとはですね、えー、周りに暗算祈願を行い,方、えー、行いたい方がいらっしゃるという方はぜひこの字符マークを作ってみていただければと思います。はい、暗算に効くと思われますのでよろしくお願いします。本日はここまでです。それでは。